1964年、世界初の高速鉄道として運用が開始された新幹線ゼロ系。1986年まで改良を重ねながら、総計3216両が製造され、東海道・山陽新幹線用として44年にわたって運用されましたが、2008年の12月に惜しまれながら営業運転を終えています。開業当時の営業最高速度は210キロ。86年以降は220キロ。2001年、JR 西日本は歴史的価値が高いゼロ系の車両を鉄道の母国、イギリスにある国立鉄道博物館に寄贈。今も唯一の外国の車両としてグレートホールに展示されています。英国国立鉄道博物館の公式 FB が何度かゼロ系を収めた写真を紹介しており、投稿にはイギリス人の方々から様々な反応が寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。